9月17日金曜日、本日の福岡の天気は暴風、最高気温30度、最低気温24度、福岡明太子地位向上協会がお届けする、明太子ヘッドラインニュース。おは明太、メンチ協広報の大塚拓磨です。この番組は我々メンチ協の理事長である田口明太子が日々収集している明太子ニュースを皆様にも共有する番組です。さあ今回で第16回となりました。本日も田口明太子理事長とズーム収録をしております。理事長おは明太。おは明太。すいません、昨日録音したのに編集できなくてすいませんでした。いいんですよ、いいんですよ、そういうこともあろうかと思いますけども、ゆっくりやっていきましょう。はい、はい、なんで昨日の分もね、今日の分もまとめて出す感じにしようかなと思っております。ありがとうございます。その数が溜まっていけばね、いいのでよろしくお願いします。はい、ということで本日の明太子ヘッドラインニュースです。私餃子よりもシューマイ派の明太ゆずチーズに注目。餃子くらいポピュラーにしたい、店主のシューマイ愛あふれるお店、私餃子よりもシューマイ派が熊本県内2店舗目オープン。10種類のラインナップには定番のプレーンやエビのほか、明太ゆずチーズなどの変わり種も用意されています。なるほど、私餃子よりもシューマイ派っていうシューマイの専門店ですかね、これは。そうですよ、高級食パンだけかと思ってました。こういうあの面白い名前のお店。なるほどね、そのシューマイ専門店のメニューの中に明太ゆずチーズというものが登場したというニュースですね。そうなんですよ、これあの記事には動画がついてますよね、ニュースだから。はい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 。そこで出てくるのがね、美味しそうなんですよ、明太ゆずチーズ。結構見た目がシューマイにしては華やかでね、なんかあこういう感じでシューマイってあったら面白いなってちょっと思いました。ですよね、ちょっとこう肉が多めに入ってんのかな、これ。かなりね、なんかシューマイがパンパンに膨れてる印象ですけど、うん、そうそうそう、それがまたねこう可愛くてね、その上に明太子が乗ってチーズが乗って、これ柚子胡椒なのかな、ね、いや見た目がかなり華やか。そう、すごい可愛いんですよ。なんか最初3種類だったみたいだけど、どんどんこうお客さんに楽しんでほしいってことで今10種類になったみたいですね。なるほどね、このなんか餃子よりもポピュラーにしたいみたいな、うん、こういうコンセプトってちょっとメンチ表に通ずるものがありますね。そう思いました、だから今日取り上げたんですよ、このニュース。なるほど、なんか私たちもこう、 うどんとかラーメンみたいになりたいって言ってるじゃないですか、常々。そうですね、そうそう、だからね通ずるもの感じました。確かにこれちょっとね、シューマイそのもののこう地位向上にもつながるようなね、あのそういうお店だと思いますので、うん、ぜひねあの、はい、応援したいところですね。近くの方はチェックしてみてほしいですね。そうですね、ということで、次のニュースいきましょう。メニューに福屋の明太丼、博多一行社兵庫県にオープン。元祖泡系豚骨ラーメン店博多一行社が兵庫県加古川サザンプラザ内にオープン。サイドメニューとして福屋の明太子と一行社秘伝のタレを合わせた博多明太丼もあります。また赤ラーメンは明太子を使った特製海鮮油を使っていますので、合わせてご注目くださいということで、一行社は、まあ、結構全国にも広がっていってると思うんですが、まあ、その中にね、サイドメニューで明太子のメニューもあるということなんですね。そうなんですよ、これあのこの店舗だけではなくて、まあ、一行社の店舗には基本的にこのメニューあるみたいなんですけども、福屋さんの明太子を使ってるっていうことをちょっと今回初めて知りました。なんかねこう明太丼っていうとこうどこの明太子だか分かんないようなものが丼になってるってことは、まあ、ちょっとよくあるじゃないですか、ラーメン屋さんで。ありますね、はいはい、ありますよね、うん、でもこれはちゃんと福屋って書いてあるし、それに一行社秘伝のタレを合わせてるらしいので、本当ここならではの味になってるんでしょうね。なるほどな、ちょっと気になるな、うん、やっぱこれは、ね、気になりますよね。これはだから兵庫のこの店舗だけでなく
各店舗にあるということなんですよね、うん、そうですね、基本のお品書きに出ていたので多分あるんだと思います。あ、行こうかなこれね、ちょっと行ってみます。私も全然知らなかった。そう、私あの博多駅の一行舎に行って辛明太ラーメンっていう明太子のラーメンは食べたことあったんですけど、この丼については知らなくて食べてないんで、はいはいはい、ちょっと行ってみようかな、うん、そもそもこの明太子を使った特製海鮮が特徴の赤ラーメンっていうのもあるんですよね。そうなんですよ、この赤ラーメンっていうのに明太子使われてるっていうのも初めて知りました。なるほど。なんかね、はい、この公式のホームページには、説明として明太子っていう文字書いてないんですよ。あー、なるほど。ただなんかプレスリリースを出すときに明太子を使ったこの自家製海鮮油っていうのを文言を入れていて、うんうん、そうだからね、お品書きに基本のやつに書いてくれればいいのにって思っちゃったなるほど。今回のリリースでこう、うん、明らかになった新事実ということなんですね、これね。そうそう、なんかね、ちょっともっと明太子使ってますよって言ったらもうちょっとね、あの興味引くかもしれないなと思って。これね、赤ラーメンと博多明太丼のをセットにしてちょっとね食べたいですね。そうですね、今度食べてみよう。皆さんもぜひ一行舎に行ったら赤ラーメンと明太丼をちょっと注文してみてください。そうですね、比較的行きやすいところにある店舗なんでお願いします。はい、ということで、次に行きましょう。佐賀旅館大村屋、今月のお料理にしめじもみじ和え。日本三大美肌の湯佐賀嬉野温泉旅館大村屋にて、今月のお料理としてしめじもみじ和えが提供されています。しめじや鶏肉に明太子を合わせ、秋に色づく紅葉を連想させる一品です。ということで出ました、嬉野温泉旅館大村屋ですね。僕とズブズブです。ズブズブですよ、出ましたこの間ね、お会いした時に、お、そういえばうちのメニュー今明太子使ってますよってことで早速ね載せさせてもらいましたね。まあ、あのそもそもね、旅館大村屋ってあの嬉野温泉でもうね、あの一番の老舗の宿でして、はい、あの音楽と読書を楽しむ宿っていうね、そういうあのコンセプトで、あの温泉人から上がった後こうレコードをねリクエストしてかけてもらったり、ね、あの、うん、湯上がり文庫っていう本がたくさんあるスペースがあったりとかして読書を楽しんだりとか、あのすごく個性的な温泉宿なんですよね。そうそう、いやもう最高でしたよ。私も一回お邪魔しましたけどなんかドストライクでしたね。ドストライク、私も大好きな雰囲気の宿だったそうそう、 なんかねこう、うん、和洋折衷という感じで、こう和洋もそうだし、こう今と昔というのもこう混ざってる感じでね、古い感じも感じさせつつモダンな感じも感じさせてっていう、うん、そのバランスがねこう絶妙なんですよね。いやー絶妙、ツボな方多いんじゃないかなと思います。多いと思う。あとね、この際だからな、すごい大村屋さんのこと喋っちゃうけど、トゥクトゥクも楽しかったな。そうそう、大村屋さんでね、そうそう、うん、嬉野の町をね、トゥクトゥクでこう回ってくれるというサービスを行ってまして、うん、それであの茶畑もね、あのトゥクトゥクで連れてってもらったんですよね。そうなんですよ。本当にね、佐賀って私全然そのどういう観光地があるのかとか何も知らないで行ったんですけど、すごい楽しかったんですよね、一泊二日で。なるほどなるほど。そうそう、またちょっと行けるの楽しみにしてます。はい、ということで、はい、あの旅館大村屋さんのね、あの宿の情報もちょっとチェックしてみていただければなと思います。はい、ということで本日の明太子ヘッドラインニュースは以上です。やみつき人生の件がようやく情報解禁になりまして、やっと出た、やっと言えます、やっと言えたもうだって、ね、ご依頼受けてから2ヶ月以上経ってますからねそうですね、2ヶ月以上経ちで、まあね、うん、ずっと密着がついてですね、そう、ちょっと先に概要を言うと、あの NHK の BS プレミアム、はい、
で、はい、9月の24日の金曜日の夜10時からですね、やみつき人生っていう番組が放送されるんですけれども、はい、その中に田口明太子理事長もやみつきさんの一人としてこう登場するということなんですよね。いや、ありがたいことですよ。やみついてますもんね、本当に、まさに。まさにね。はい。そう。1時間番組なんですが、その他にもお二人ね、やみつきさんの女性が登場するということなので、はい、まあ、おそらくその3分の1に当たる20分ぐらい、ね、特集がしてもらえるんじゃないかという題で。そうですね。はい。20分って長いですよ、これ。ねえ。いや、にしてもね、かなりこう7月から8月にかけてずっとこうね、活動を密着していただいて、たくさん、ね、はい、僕もインタビューを受けたり、周囲のね、はい、人たちもインタビューを受けたりっていうね、明太子メーカーさんも取材を受けたりとかいう、たくさん取材する中で、それがまあ最終的にはまあね、15分から20分程度にまとまるという、まあ、あれだけやるのかって感じでしたよね。はい、いやー、もう本当にね、連絡はほぼ毎日のようにディレクターさんと取り合ってやってきたので、もう本当にやみつき人生のことをずっと考えてる2ヶ月半でしたからね。そうですよね、だからもう結構渾身のね、一本なので、もう理事長もね、一緒に作ったっていう感覚だと思うんですけれども、作ってもらったというよりね、もうもはやで、そうですね、まあ、そうですよね。だからこう普段のメンチ協の活動の裏側だったりね、田口明太子のこう人生に迫ったような内容になってるんでね、はい、ぜひ見ていただきたいですよね。いやー、もうありがたいですね。ここまで長いのは本当に初めてだし、全国は初めてなので、私としても楽しみです。いやー、これはちょっとね、メンチ協飛躍の一歩目にしたいところですね。そうですね。でも嬉しいのが、今日の朝大塚さんがね、その私たちのメンチ協のアカウントでつぶやいてくれたじゃないですか、ツイッター。はい。そしたらみんな結構いいねしてくれてる方々がいて、引用リツイートしてくれてたりとか、うんうんうん、すごい嬉しいな、ご出演おめでとうございますとか言って。ああ、いいですね、ちょっとお祭り感出てきましたね。うん、嬉しい。なんかそんなにみんないいねって思ってくれるんだと思って。いや、反応早いですね。まだ朝つぶやいてくれましたって言ってくれましたけど、まだ収録してるのこれが朝の9時50分なんで、今もうすでにそういう反応が来てるということなんですね。あ、すごい、今福屋さんも引用リツイートしてくれた。おお、すごい盛り上がってきました。いいですね。わ、嬉しい。今朝一番の驚きはこのツイートでございます。明太子さんメジャーデビューおめでとうございます。嬉しい。なんか笑っていいとも出たみたいになってきましたけど。そうですね、私たちも放送前に生配信もしますし、盛り上げていきましょう。盛り上げたいですね。せっかくなんで、はい、これもう日本全国みんなね、 BS の放送であればみんな楽しめますんで、ここはね、盛り上げてこうみんなで楽しめればなと思います。はい、放送直前生配信も9月24日金曜日の夜の9時から、はい、いつもの YouTube チャンネルね、福岡明太子の YouTube チャンネルの方で生配信を行いますので、こちらもぜひチェックしていただいて、はい、で、はい、もう生配信は放送時間の直前に終わりますので、その後はテレビに集中するみたいな感じでこう、はい、楽しんでいただければと思います。しっかり動線を組んでおります。はい。はい。はい、ということで、今後も福岡明太子地位向上協会の発信にご注目いただければと思います。お聞きくださいましてありがとうございます。けとうだら、多分また明日。